はい、今回はね、この日本交通タクシーというのが、あるんですけども、まあ、ちょっとでかくすぎてちょっと見えないんですけどもね、まあ、サムネイルに見ていただければいいかなと思うんですけども、まあ、それのやつのリビレット、ヴィンテージのやつのものになるんですけども、それのタクシーを、まあ、ご紹介していきたいかなと思います。で、2種類あるんですが、そのうちの1種類でございますね。で、そのうちの1種類でございまして、それをよいしょ、ご紹介したいなというふうに思いまして、ございます。その1台が、こちらになりますね。こちら。これはなかなかね、いいタクシーだなと思いまして、これはグロリアのタクシーになりますね。で、まあ、日本交通タクシーは日本の首都東京、日本交通はもう随分古くからですね、戦前の昭和3年にその東京の中心銀座木目黒町にて桜に N のマークをつけた1台のハイヤーとともに誕生いたしました。で、創業以来70年余り、現在では3000台を超えるハイヤータクシーを要する清川のリーディングカンパニーなんですね。そして日本の首都東京を支えた都市交通のあり方を助言してもらっているんですね。で、変わりゆく社会の中で変わらない価値観を桜に N のブランドを託して、日本交通は皆様と一緒に、まあ、これからも、まあ、走り続けていくということでね、こういう、あの、なんていうんですかね、タクシーなんですね。まあ、あの、そんなに古くからね、戦前の時代から日本、あの、このタクシー会社あるっていうのは、もう随分と時代を感じますし、素晴らしいことだなというふうに思いますね。まあ、当時タクシーっていうのはね、非常にその、やっぱりなんていうの、非常に高級、まあ、高級車だから、もう裕福な人しか乗れなかったわけですよ。だから今みたいにこう、庶民の方がこう、気軽に乗れる乗り物じゃなかったんですね。で、当時はタクシーはほら、馬車のタクシーってのもあったしね。で、車が普及し始めて車のタクシーになったのも、当時のその原点は T 型フォードだったらしいんですね。で、 T 型フォードを日本がそのタクシーとして買い入れて、で、そこからこう徐々にそのシボレーだとかね、そういった、まあ、会社がこう広まっていったんだけど、まあ、その後その1960年代ぐらいになってくると、その日本車独自のタクシーにこう切り替わっていったんですね。だから1940年代50年代、まあ、60年代の初期あたりなんかも、その会社のタクシーっていうのがあったらしいですね。今じゃ会社のタクシーなんて言うと、まあ、信じられないわけではないけど、まあ、ほんの少しだと思うんですけど、まあ、あんまり見かけないですよね。で、まあ、そういう時代があったということでね、まあ、これもこれでそのタクシーの色合いがずっとこの当時からあんまり色が変わってないというかね、そういったところがなかなかある意味素晴らしくていいなという感じでございましたね。というわけで、どうもありがとうございました。